オンソンは、ファンタジョ所属の韓国出身の男性歌手、俳優、ワナワンの元メンバー。身長179センチメートル、体重58キログラム、血液型は A 型。プロデュース101シーズンに2 0 0 7年、小学校6年生の時に友人とバンドを結成し、ドラムを担当。中学校1年生の時にバンド大会に参加し、 対象を獲得したことを契機にライオンメディアという事務所にスカウトされた。その後、事務所は倒産したが、オン・ソングは契約により他の事務所へ移籍できなかった。広告モデルやブライダルモデルなど様々なアルバイトを経て、2016年にファンタジョに入所。こうしたエピソードは2017年9月4日に放送された TVN のバラエティ番組名探公開で明かされ、 アルバイトを9位に選ばれた2017年ネットの公開オーディション番組プロデュース101シーズン2に,に参加同番組で最終順位5位となり同年8月7日にワナワンとしてデビューワナワン解散後2019年7月から9月に放送された JTBC ドラマ18の瞬間で連続ドラマ初主演を果たす2020年1月9日 デジタルシングル、We Be Long を発売。同年2月10日、日本公式ツイッターと日本公式ファンクラブベロをオープン。同年3月25日には、初のミニアルバム、Layers を発売。タイ、香港、ベトナム、インドネシアなど8カ国の iTunes アルバムチャートで1位を記録し、世界的な人気を証明した。同年9月から放送されている JTBC ドラマ 場合の数では、写真作家、イス役を演じた。2021年公開予定のミュージカル映画、人生は美しいで、スクリーンデビュー。プロデュース101シーズンにワナワンドラマバラエティ MC、ドキュメンタリードラマコンテンツラジオ。ありがとうございます。